みなさん、えー、こんこにちは世界レベルです、えー、今回はですね、えー、島崎和歌子さんの恋のピーカブー。うーん、うラらりピーカブーですね。すごいタイトル。これね、うんとね、あのー、私購入してるんですけど、あのー、あれかな。 私弱っちゃうんだのが有名なんですかね。わかんないですけど、あのこれねで、購入した経緯をね、すごく覚えてるんですよ。あのちょっとね、時間が空いて、確、え、か、ー、池袋だったかな、あのーまあ、島崎和歌子さんのイベントがあるってことで、ちょっと行ってみようかと思って行ったら、あのー、まあまあ、ピーカーブ歌ってたんですけど、なんとですよ、なんともう CD を購入した人の特典だったと思うんですけど、島崎和歌子さんと2人で、 ツーショット撮撮影ポラで撮っっててくれるっていうねすごくないですかすかごい紙イベントですよね。っていうのがあったのでいや、これ買わないとと思って買ったっていうのは <laughs>、そういう経緯ですね。えー、っとね、あのー、すごくね、いい人だった。<laughs> 島崎和子さん。っていう印象がある。だから、今も元気でテレビで活躍されているのを見るとね、すごく嬉しいですね。こういうのピーカブ。えー、っと、まあ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 こ、この、でも本当に紙イベントだよね。で、確かね、あのー なんかカメラマンの人がこのイベントの最中にみんなちょっと緊張してるよもっとなんかポーズとかつけてって言うからちょっとファイティングポーズを撮りながらねえー、っとあの撮っていただいたというね、えー、楽しい思い出がありますねそういうイベントって今あるのかな握手会とかすごいあるんだけどさツーショット写真を撮る機会ってめったにないよねなんであのすごくねあの印象に残ってるあのイベントに関してはうん。 えー、島崎和歌子さんねでもすごいよね今やもう、まあ、現役バリバリって感じじゃないですかうんあのー、僕だからねこの「ピーカブー」って曲ねあのね <laughs> たまに聞くんですけどね、あのー、タ,タイトルのね狙いというかその辺もなんか新しい感じだよね、えー、まさか恋のピーカブーと来るとは思わなかったってことで。 えー、ぜひ皆さんもね、えー、聞いたことある人、うん、ない人 <laughs> まあいるかもしれないですけど、えー、島崎和子さんの、ね、アイドル自体の、ね、楽曲っていうのもね聞いてみると「アイドルなんだな」っていうものが満載でいいかなと思います、うん、でも本当に神イベントだったねあれはね。うん えーっと島崎和子さんか他に語ること <laughs> なんかそのイベントのねあのー、印象が強すぎてえー、っとね他のがね、まあ、飛んじゃうんだけどテレビ見ててもそのイベントすごかったなっていうのをね思い出すってことは多いんですけども島崎和子さんの曲あれかなカラオケとかにも結構あるかもしれないね。うんもう もう今,今や、うん、トップなの、トップは変からない。他に、他にさ、あの何、ば、ばら、俗に言うバラドルって。あのー、この世代だと誰がいるんだろうね。あのー、森口裕子さんとかさ。 ちょっと前じゃないちょっと前じゃない今森美幸さんとか。あのでこの,あの世代のバラドルもう筆頭を走ってるのは島崎和歌子さんなんじゃないのわかんないけど、うん。っていうような僕,僕的自分的な僕的な、ね、私個人の印象としてそうなんだけどでもね本当にねいいイベントでした本当あのファンの心をねグッと掴んだともうこれはね島崎和歌子さんファンだった,としたらめちゃめちゃ嬉しいイベントじゃなかったかなあれと思うんだけど。うん とということで今日は、えー、と恋のピーカブ、島崎和歌子さん,、うん、素晴らしい、えー、を紹介させていただきましたということで、えーまあ、よろしければあチャンネル登録してってください、みんなね。あのー、昭和アイドルファンの皆さん、よろしくお願いしますうんと、ねあの。やっぱね、あの時代がね、すごくね、うん、よかったなって思うんですよね。今ででもね現役でアイドルの お書きやってる人もねたくさんいると思いますけれども、んあの時代の <laughs> ならではの良さっていうものをね、えー、と喋っていけたらないいなと思ってます。はい、じゃ本日もどうもよろ、えー、ありがとうございましたということで <laughs>、えー、よろしくお願いします。